どうもどうも、世界数少ない100億人のカラフォルニアの皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、普通で OK です。はい、西原さんちょっと出かけてますけど、行きます。行きます。今日も昨日うちに行ったお店にまずね、ちょうどまあ、使えるんでね、そこうちに行きましょう。行きましょう。はい、今日はやったるで。はい、昨日9回ぐらい連続で単発でしたよね。そうそうす、6、7、8、8ですね。シンフォー、あ、違いますよ、シンフォー6でしょ、ケージ1でしょ、7で、あ、9や、ウルトラマン8、9、うわ、ほんまや、う、僕ら超1になるとね、よーい、覚えてるんですよ。はい、それ勝てねえよ。いや、別に今そんなにどうでもいい情報ですけど、ね、はい、はい、はい、今日は本当は夜、中華街デート行く予定だったんですけど、え、なくなりました。え、マジですか？なくなりました。え、マジですか？なので行こうって言ったんですよ。はい、あ、よっしゃよっしゃ、気にしないで大丈夫ですよ、全然行ってきます。はい、自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうも、今日の結果報告していきます。はい、yes。 はい、今日はですね、はい、まあ、今まで通りちょたまできたお店で売ってたんですけど、うん、まあ、ていうかその前に、はい、ね、ホールチェックね、5店舗一応ね、近くのお店行って、はい、チェックしてから行ったんですけど、はい、やっぱりね、まあ、10日の店中心だったんですけど、ちょっとね、打てるレベルじゃないなって感じでしたよね。それだったらやっぱりちょたまがある店で稼働した方がいいなということで、はい、そっちの方がね、効果率低くて、はい、はい、回るのでね、っていう感じで行ってきました。はい、はい、で、打った機種は僕が最初はいつも言ってるシンフォギア打って、うん、まあ、そこまでじゃないなと思ってエヴァ打って、エヴァの響き合うここってちょっと前のやつですね、うん、打って何打った打ちましたっけ。え、あ、思い出した、アリア、アリアのね、あ、アリア、はい、はい、ね、2多分明日も打つと思うんで、ちょっと技術会に、うん、教えてほしいっす。ひねり値分かるんですけど、多分なんかパカパカ未来とかあると思うんですけど、うん、それ僕分かんないのでちょっと教えてください。はい、コメント書いてください、お願いします。はい、特に松さん教えてください。松さんお願いします。はい、松さんすぐ連絡してください。はい、よろしくですね。はい、で、その後、まあ、弾を使い切ってですね、うん、別の10日のお店行ったんですよ、うん、で初めてアジンを打ちました。アジンね、アジン、あ、はい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 、うん、知ってます、アジンのスペックとか。確かに何倍だったかな、ボーダーとか知ってます？知らない。知らないですか？行ったことない。まだ13とかですよ。そうそう、14とか確かだったよな。そうそうそう、その辺だよね。どんなスペックなんだって言って、あ、なるほどねって感じで、うん、へそに入って、なんかその変なこういうのを拾ってくれるけど、なかなか拾ってくれなくて、そうそうそうっていう、3パカあるんだよね、3パカ入り口がある。へえ、そこまで知らなかった。わかんない、あれ一番でも何、左に行っても抽選されるけど、よくわかんない。なんかもう面白そう。うん。で、回転数的にはね、結局はよくわからんけど、多分回ってなかったんですね。結果ね。こんな適当なやつが稼げんのかっていうね。適当な言い方して。だんだん不安になってくるよね、こっちもね。最初のうちはね、この子やべえ、すげえこいつ、なんだよと思って、小技いっぱい持ってるしようと思ってたら、最近結構ね、ラフになってきてるから、めちゃくちゃ。これはいかんですね、うん、全然戻ったな今日っていうの何回か聞いたもんね。いやまあ、まあ、これはいけないっす。こういうのなっちゃダメっすよ。ギャグみたいなもんすね。はい、ギャグみたいな。ギャグでやるんじゃないよ。目標達成できねえだろ。やばいっすね。で、そうなんですよ。で、アジンって あと何言ったっけ。あ、その前にね、スペースに時間がめちゃくちゃなっちゃって。ルミコ。結構。
その前にルパンラストゴールドの、あのね、20何回転とかで確かね、やめてあって、あそう、アン、うん、アンモードじゃねえやな、なんか変なライオンモードか。お前ダメダメだなよ。ライオンモードね。ライオンモードってもう台が落ちたんで、これもしかしたら旋風可能性あるなと思ってやったんですけど、まあ、1000やって、まあ、通常に戻ったんで、うん、まあねっていう感じでダメダメでございました私。でしたね。うん。うん、しょうがないです。収支が、マイナス4万弱ですね。3万9000なとか何かしですね。はあ、痛い。痛いね。痛いな。痛いよ。痛い。んなえ、だってさ、昨日負けたでしょ。うん。一昨日負けたでしょ。一昨日。あ、一昨日。うん。新法で結構プラスになったしじゃなかったか。あ、そう。うん。まあ、でも結構負けてます。だね。マジで今月マイナス収支だと思います。やばいやさ。それはえぐい。うん、ちょっとさ、なんとかしようマジで。どっかに先生みたいなの言えかな。勝てる勝てる先生、うん、先生じいさん、ちなみに今日結果は、あ、僕の方か。はい、僕は今日は、うん、刑事の漆黒、はいはい、を打って、うん、いいね、回転数が大体、うん、大体じゃないな、21.1 21.1 か、はい、それはあれですか、はい、250個計算に直して250個計算に直して 21.1 で、はい、結果が7万6564円勝ちです。でけえでけえ、助かりました。なんでどうした、どうしたどうした、カースどうした、弟子にしてください。逆になった、僕も弟子にしてください。逆になったんですかね。こいつポンコツだぜ、ポンコツ。はいはい、最後やばいな、ポンコツさんが結構出てきちゃってるな。あ、スマートなあのね、専業ってことでやっていこうと思ったんですけど、ね、ちょっとボロが出始めてますね、これは。ね、うん、いや、まあ今日もね、あのね、うん、エヴァはまず全然回らなかったですね。まあ、フェイスを開いてんのにね、うん、他の国も悪くないのに全然回らなかった、うんうん、原因分かればいいんですけど謎。、はい、エヴァ何なんだろう、ワープ、あの店ワープ結構削ってた。あ、まあ確かにね、うん、あ、確かにエヴァは、ね、ステージがいいですからね、うん、味も回らなかったでしょ。機械って多分トントンか、もしかしたらマイナスいってるかもしれないぐらいだ。めっちゃ嫌いやつだねそれは。まあまあまあ、でもしょうがないよね。まあ手応えはアリアがまあ回転数あったので、うん、明日狙っていきたいなとは思います。はい、はい、明日ね、俺も僕も久々にまた出動する。2人で西村参戦で、はい、アリア攻めましょう。はい、風穴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 。もう楽しいよね。分からへんですか、分からへん。アリア、まあいい、まあ僕は漆黒でしょうね。またまた、ただ首変わってたら買います。うん、21の漆黒を追うってこと。そうっす、うん、あ、玉だけね。あ、ちょ玉だけ、ちょ玉だけ、ちょっと回ったらまあいけるかなって感じですね。ちょ玉で、まあ、え、っていうか、止め打ちももう完璧、漆黒そこそこめんどくさいんちゃう、最初の話。うん、あれやってない。いや、多分大丈夫やと思います。あ、やってはいるんです。プロレベルではないですですけど、はい、素人レベルで頑張ってます。おお、はい、うん、どうやって勉強したんですか。それはもう、カラコさんっていう人の動画を見て。あ、そんな素晴らしい人がいる、ね、そんな素晴らしい人がいてるんで。あ、今言わせただろ、今確実に言わせただろ、うん、今そういう人がいてるんでね。ちょっと今、見失ってるんですけど。いや、ちょっとこの人でいいのかなぁ、思いしてる。そんなもんなんですね、うん、日々勉強す、僕は、はい、はい、じゃあそんな仁さんに、あの問題出しますよ。なんすか。あ、問題ね、はいはい、あ、なんすかそれ。これなんでしょう、これ。それね、うん、これね、一番最初のね、これなんだろう、プラスチックのそんなの一個だ。これわかります、全くわかんないです。ちょっと予想していただいてください、何か。ヒントヒントヒントは、は
牛乳どこ絶対プロテインの分量を測るやつです、うん、それはね、これの横に僕のプロテインが置いてあったからだよ全然関係ないですけど牛乳皆さん結構知ってます？わかります？これ絶対わからない。結構有名ですか？使いますけどね、大事です。牛乳知らない人が絶対多い、うん、いや絶対わかんないです。もう見当もつかないです、うん、なんかもっとヒントないですか？ヒント牛乳じゃないです。え？牛乳もヒント。牛乳じゃないです。え？ヒントは牛乳じゃないってヒントです。あ、え？僕も言ってるわからないです寝てないからちょっとよくわかんないよ。あれ疲れてるんで。ヒントがよくわからないですね。ヒントはまあ練習疲れが測る。でもその測るがわかんないですね。測るまで言ってわかんない。で、感覚が持ってるんだよ。え？あ、わかった。やった、わかった。玉の数。正解。はい、正解これで何個ありますか？125。そう、おー、正解。だからこれでドル箱の店とか行くとね、出玉できたら数えづらくなっちゃうじゃないですか。そうですね。それをここに入れて、なみなみ入れたら125なんですよ、これが。なるほど。2回やったら1000円分で剥がれるんですよ、ずっと。なるほど。うん、そう、すげえアイテムなんだね、これは。便利な、はい、アナログな。すげえ、分かった。僕もすげえ。いや、分かったの誰だ。もうほぼ答えに近いヒント言ってからだから。そうか、うん、ね、カメラ回す前からやってたもんね、だって。うん、そうそう、日々勉強。うん、そんな、うん、素人なんでね。うん、そんな感じ。そんな感じ終わり方な、はい、じゃあ、明日も頑張りましょう。はい、はい、頑張りましょう。はい、バイバイ。ああ。